橋本徹、令和新選組、大石明子を提訴。令和新選組の大石さんが3日にツイッターにて、橋本徹さんに提訴されたと明らかにいたしました。まあ、こちら、大石さんが、橋本さんに対して攻撃的な行為を繰り返し、名誉毀損、また、社会的評価を低下させていると、訴えがなされておりますが、 まあこちら、まあ裁判の結果、まあどうなのかわかりませんけども、まあ確かにですね、大石さんの、まあ、日頃の言動を見てしまいますと、まあ攻撃的と評価されても仕方がない面もあるのかなと思いますので、大石さん、国会議員になってしまったのであれば、最低限ですね、国会議員としての品格、品位は守っていただくよう、 お願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました